今日午後4時半から財務省金融庁日銀の幹部らが集まり緊急で会合を開きました三者会合は市場が急変した際などに今後の対応などを確認する場として不定期で開催されます為替市場では21日およそ半年ぶりに1ドル106円台に迫る円高になっていましたまあやや神経質な動きが見られたと 過度な変動や廃止、ね、の配信動きがあったらそれはあの対応するということにはあの基本的な賛成は全くありま,せんまた、浅川財務官は来週に日本で予定される米中首脳会談について市場が安心できるような環境が整うことを心の底から期待していると述べました。